こんにちは、熊谷洋介です。あー、最近何も疲れとれねー。リラックスしてチルして温泉行くしかねえべってことで、温泉行ってくるはんでチェックしといで。見て、これ道路超でっかくない？片道4車線からの、あっちも4車線ある。でっけえ油ラーメン、めちゃくちゃうまそうなんだけど。だいたいこういう街、でっかい道路沿いにあるラーメン屋、ほんとに間違いねえはんで。チェック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 。湯どころ自家源泉。はあ、めっちゃ気持ちよかった。めっちゃどっちだっけ、あっちが超気持ちよかった。なんか髪型カッパみたいになっちゃった。最高でした。めっちゃリラックスできました。うわ、風呂上がりのビール。あー、うめえ。やっぱ風呂上がりビールだな、マジで。てか見てください、これピノの新しいやつ、これマジでうまかった。まあこれはね、うん、やばい、しみる。うん、やっぱりさ、フロナードってアイスド、ビール、間違いねえなって。チェックしといて。炭火。あんまり喋ってなかったんで、ナレーションで喋っていきます。今までジンギスカン何回も食べてきたんですけど、ここのジンギスカンマジで美味しかった。何がうまいかっていうと、もうレアで食べるんですよ、これね。ジンギスカンってレアで食べるっていうイメージあんまなかったんだけど、ちゃんと焼いて食べるみたいなイメージだったんだけど、本当にうまくて、なんか牛タンとかよりもうめえじゃんこれみたいなって、羊やばってなった。こんな感じでパクパク食べていきます。ひたすら食べてます。自分の個人的な悩みなんですけど、食べた時あんま美味しそうに見えないっていう、まずそうに食べちゃうっていうのがすげえ悩みなんですよ。なんかこれちょっと見てもらえればわかるんだけど、夫婦してはい食べました。なんか微妙な顔してない？微妙な顔してるよね。なんかあんま美味しそうに見えなくない？だから手だけグーグーじゃないの？渋谷だぜ。今からですね、友達に帽子を買ってもらいに渋谷にやってきました。で、宮下パークのニューエラに行って帽子買ってもらおうと思ってるんで、今からとりあえず宮下パークに向かって行こうかなって思ってます。宮下パーク、あ、あったあったあった、ニューエラ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 発見、ニューエラ発見です。じゃだだ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 ーん。あぶっちゃけね、それリバーシブルだから、1個で2つだよ。まあそうね、1個で2つだね。でもこっちは結構こっちの方似合ってる気するよな。こっちでもいいんじゃない？いや、こっちですね。これ買います。めっちゃ可愛いバドワイザー。カバチーノ、カバ、バドワイザー、カバチカバチ、めっちゃボケるんだけど。あー、ボケるボケるボケる。あー、来た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 、カワチーパックパックとかもパドバイザーで、そう、お弁当入れ、トートバッグ、トートバッグじゃないでしょ、トートバッグとか言ってる、ほんまやほんまやん。買ってもらいました、ありがとうございます。ゲットだぜ、ゲットだぜ。渋谷だってわかる写真撮れてんだけど。あ、いや、渋谷だってわかる写真撮るか。渋谷だってわかる写真って何？
だって写真パシャって撮るじゃん、あ、渋谷やんみたいな。ああれ自分住んなくていいってこと？そうそうそう。ああだったらまさにここじゃない、この風景じゃない、タゲ渋谷じゃない。うん、素晴らしい。あ、全然気づいてない。結構コラボレーション大事ね。あー、そう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 、これすいません、強さが大事です。うっ、合わすくなんで言いがしまいました。全然合わすくね、ほるね、合わない、ちょっと単元ば間違いねんっすよ、これがスーパードライナー。あ、そう、スーパードライ、ちょっとやげし、やげし。あ、ふわっ。食わなくてよかったわ今。あ、ふわっ。うん、うめ。待って、甘くんだけどお前。熱くね。ナフジルやばい。なんでなんで。ナフジル。え？ナフジル。ナス汁？酢じゃない酢やってなっちゃうよ。ナス汁じゃない酢。ナフジルやつ。プロで。あの津軽弁の酢って T T に H だよな。ソース。ナス。ソースだ。白酢混ざっちゃう。ソース。ナスだ。でもさ、あれマジネイティブレベルだよな。あの沖縄でいうオーバーみたいな。わかんねえんだけど。バー。わかんねえんだけど。オーバー。オーバー。沖縄によくいるバー、オーバーちゃん。うん。おばあっていうの、おばあ、おばあっていうの、なんだ、美味しいね、おじいおばあ、うまい、うん、ピリ辛みたいな、うん、あの中国感じるね、辛さに、うん、マジ、食べなきゃわかんないけど、え、食べれば感じなかったの、嘘、完全に中国の風吹いてったけど、うん、マジ、辛い、ユーチューバーに言うと中国見えだわ、不健康見えだわ、不健康、それ。何言ってんの？いや、なんだよ、奥間さん、チャイパブ行ってさ、うん、これお土産なんでっつってもらってきたお茶をらって、ああ3万払ってもらってきた、いや、まあ、その飲みないで、ね、3万払ってお土産でもらってきたお茶みたいな、その辺に入るんだ、タンポポットば脱いで、乾燥させへがみたいな感じのやつなんで、感じのやつなんで、で、なんつうの、お茶っぱもさ、タンポポですか、うん、で、ね、で普通にこうお茶みたいにドリップしてこう飲むんだけど、飲むじゃん、めっちゃタンポポなんて、いや広がらってこと、いやでマジでクソまずいあって、いやマジでマジで、ワン的にはもう全然美味しくないみたいな、なんだけどなんつうの、眼精疲労とか、あそういうこう、あ結構薬用系、あの何体温差免疫力ちょっと上げるとかのに効くみたいな感じで上がって中国っぽいので、そうそうで、なんか不健康のやつなんて、不健康っていう場所あるんだ、場所で、その動画を大熊さんと大輔が見てたんだって、自然が太陽広がる、不健康紹介ムービーみたいな、ドローンの絵、ドローンでこう撮ってねみたいな、なんか、なんつうの、中国の着物を着たお姉さんがこう立ってねみたいな、それをこう、漕いでる線路がいる、なんか、変な湖みたいな場所で、なんか、何サップボートみたいな、サーフィンのボートみたいなやつにこう、着物着て、はぁって立つこういうふうに言ってるんだよ、こういうふうに言ってる、それを見たのに、森の中にそのタンポポのお茶を飲んだっけ、目を閉じてこう飲んだっけ、こう広がったんだよな、その風景、その風景、不健康だわ、不健康いるわみたいな、あ感じるみたいな、風吹いじゃうわみたいな、不健康の風吹いじゃうみたいな、確かにここのタンポポの味するみたいな、いただきます、いただきます、いただきます、ハカ入ってねえから、どすぐろくない、うん、今のあーさあ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 、うめえマジでこれ、わい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 ソリソリソリ、あー教育的にやると思った、ありがとうございます、民配にあっても全然おかしくないね、民配でこれあったら頼んじゅだね、お試しに一回頼むね、んだな、それはんだ、民配に一回打診してやな、タゲあるんですけどみたいな、タゲうめえとこあるんですけどみたいな、チェックしといて、チェックしてもらってさ、うん、一回チェックしていただいて、すげえよな、でもあの注文でさ、うん、買わねえば
全部切りで、ね、ああ確かにやっちゃっけん。なんで記憶力半端ねえって。多分入った時に、うち、ん、は紙に書かないスタイルだからみたいな。ああ、そういうスタイルなんだ。あのそういうのでやらせてもらってるからみたいな。やっぱそれすげえって言われるのもあるしみたいな。うん、だそれでいねえとフォルターでねえはんで。そこのプライドでやっちゃうって、うん、普通に。食べられちゃうと思う。ちょっと民配で働いてるってプライド持ってけみたいな。うん、民配の話なの、うん、ここ、なんいやだから民配の、うん、注文取るときに、うん、紙に書かないよねって。あ、え、ここじゃなくて、うん、ここの話じゃなくて違う民配の話。民配だっけ、民配って取んないわけ。民配取んない、あの、紙に書かないってどっけ。なんか聞いてそう思いけど、スタイルだね、スタイルだね。ありがとうございますとかも何も言われて、そんなのスって感じ、うん、聞くわけさねえよな、しかも、うん、うどですでも間違ってないわ。うん、どうあらプロだよ。プロってるな。あらプロだね、うん、わかんないけど。でも今冬に比べて食欲めちゃくちゃ落ちた。うん、暑いはんだよ、うん、冬はさ、たぶん蓄えねえともあった冬眠みたいな感じだ。的なよバイブスで食ってもらってたぶん。マジでわかる。小学校とかの時ボーナスっていう日、社会人とか大人の人みんなボーナスとか言うじゃん、うんうん、あナスもらえる日だと思わなかった。ナス、うん、全然思ったいや棒にナスもらえる日みたいな。棒に刺してナスもらえる日マジで言ってるお前。マジでマジでマジでボーナスマジでマジでなるほどな。その発想は願ったわ。あ、共感しない。あ、もう、え、じゃあ分かってったんでしょ。いや、ボーナスってなんか、うだでひだと思って。なんかこう、うだでひってやべえ。確かに、うだでひではある。なんなら下の中学校とかだから。何や、棒にナスついてんのもらっても別に嬉しくなくね。いや、どはんで、なんでこんなテンション上がってんだろうなと思って。全然嬉しくない、ね。確かに、なんか単にうだでひなんだろうなと思ってったけど。いや、棒にナスついてるさ、はいって言われたら。あ、ありがとう。ってなるよ。なる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 。枝葉で、うん、なんでこんなみんなバイブス下げくなっちゃうんだべみたいな。お前絶対菓子食っちゃうよ。いいいい。全部わかっちゃうんだ。タゲ食っちゃうし。枝なんつピーナッツせんべい食っちゃう。しっかりおやつ食っちゃう。ちょっと甘いやつだべよ。4枚入りのピーナッツせんべいとか食べる派なんだ。なんつうのせんべいにさピーナッツ埋まってるやつ。岩手県産の。あ、もらったんだよ。あ、南部せんべいみたいなやつ。そう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 。ちょっと甘くない？うん、甘いかな。ピーナッツ丸々じゃなくて半分のやつ入ってるし。あ、そなんか、うんうん、分かる分かる。ちょっと茶色っぽいみたいな。分かんねえんだけど。あ、そう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 。やっぱ形ここなっちゅうの。こんなっちゅう。なこうやってねえがも。こうやってこうみたいな。あ、そうそうそう。だぶ。汗分かるよ。それそれ。そのクラス。あ、超好きだよ。うめえ。うまいんだわ。会計お願いします。それで会計お願いします。はい。会計お願いします。現地の方でお願いできますか。現地の方で。かしこまり。